河津桜は伊豆に春の訪れを告げる早咲きの桜として知られ、鮮やかなピンク色の花が特徴です。今年は暖冬などにより去年より早く開花しているということです。気象台によりますと、今日の河津町周辺の最高気温は熱海市網代が3月下旬並み、南伊豆町石廊崎が4月上旬並みで春のような陽気になりました。この暖かさを受けて祭り会場では午前中、園児たちがテープカットをして開幕を祝いました。河津町観光協会の最新の発表によりますと、二分咲きになるのが今月12日ごろ、また見ごろは今月17日ごろになると予想されています。これからどんどん咲いてまいりますので、皆様お早めに桜をご覧になりいらしてください。今年はコロナ禍が明け、従来通りの祭りとなるため、会場を訪れる人の数は70万人程度が見込まれています。